今君は希望はあるかい。皆さんこんにちは、アズーリタレントのカズヤです。どうぞ本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはこのワリアズーリ FM についてご説明をさせていただきます。ワリアズーリ FM は日本一尖った放送局のアズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。アズーリ FM の拡張としましては、何といっても曲からの NG がなし、番組のご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局なんです。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局でして、これから愛知県を含め東海地区をどんどん盛り上げて、この番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、このオワリアズーリ FM のスタジオがあるお近く の企業様、お店や面白い方々にゲスト出演いただきまして、私アズーリタレントのカズヤがたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。ありがとうございます。オワリアズーリ FM は生放送が基本ですが、すべての放送をアーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧いただけます。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリでございますので、視聴者の皆様も安心してご覧ください。またオワリアズーリ FM ではこちらのツイッターにですね、ご質問やコメント等いただけましたら、あの生放送中にスタッフがあの中に持ち込んでリアルタイムでご紹介させていただくので、こちらまでお待ちしております。こちら OW というのはオワリの OW でアズパン FM となっておりまして、アズパンというのがこの後ろのパンダ、アズパンがですね、あのこちら信長仕様にコスプレしておりますので、OW 終わりの OW アズパン FM まで、あのコメントご質問お待ちしております。はい、ありがとうございます。それでは早速、今日はね、もう見ていただいたら通り、もうね、わかると思うんですけれども、本日のゲスト様である、本日はですねデコ電屋さんよりデコおじさんこと宮沢さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、どうも来ました。ありがとうございます。もうね、ちょっともう早速いろいろ置いていただいて、はい、もうね、いろんなご活動をちょっとお聞かせいただく前にもう分かってるんですけれども、ちょっと画像を見ていただきながら、こちらどういったあのご活動をご販売されてますでしょうか。まあ、これはですね、はい、某テレビ東京の、はい、もう言っていただいてもテレビチャンピオンの後番組である、はい、チャンピオンズっていう、はい、もうチャンピオンばかりの集まる番組で、はい、銭湯の後ろ の富士山の絵をデコってくださいという無茶振りをされまして、壁に、そうです、そうです、うわすごい。で、普通通常このデコレーションというのはこう机の上でこうやるんですが、こう壁にこのようにこう作業するので、また違った難しい、落ちたりね、こう、そうですね、結構時間かかりました。60時間ぐらいかかりまして、12万粒ぐらい、そのスワロスキーを、はいはいはい、はい、まあテレビ局の費用なんですけどね、はい、出していただきました。すごい。そんでね、やっぱこう足場とかもなかなかね、お風呂なので、あ、そうなんです、足場を組んで、はい、業者がやるような足場を組んでやってもらいました。もう一番高いところだと3メートルぐらい目線あったので、ちょっとじゃあ危ないというか、ね、ちょっとね、怖い感じで、恐怖もありながら、うんうんうん、すごい。じゃあもうテレビにもね、引っ張りだこであったり、そうですね、最近は出てないですけど、いや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 、もうありがとうございます、お越しいただいて、うん、じゃあ続いての画像を見ていただきながら、はい、こちらにテレビご出演いただいた、そうですね、これも名古屋の局かな、ローカルの、はい、はい、番組で、このメガネがちょっとこう売りなんですけど、あ、ね、はい、すごい。はい、続いてお願いします。あ、こちらは、はい、これは先日 のマルシェでのイベントで、はい、まあ、このデコレーションアートっていうのは、まあ、若い女性とかね、そういった方が好まれるような感じでか、うんうんうん、まあ、皆さん思ってらっしゃる方多いんですけど、意外と、まあ、老若男女というか、はい、若い子、まあ、こういうこの子確か5歳3歳か5歳ぐらいの子かな、でもできる、そう、やりたいやりたいって言って、はい、お母さんと一緒に頑張って作られました。そうなんですね、はい、すごい、意外とできるもんだなと思います、ね、いやいや、結構その器用さがいるかなって思うんですけど、僕みたいな不器用な人間なかなか、大丈夫大丈夫、僕も本当不器用なんで、いやいやいや、本当ですか、本当なんですよ。僕もともと体育運動会系の、はいはい、体育会系の、ね、体育会系の人間なんで、はい、こういう細かい作業とかすごい、あまり親が言いますからね、お前がこんな仕事するとは思わなかったっていう、いやいや、
どね。これ何きっかけでされるようになるんですか、こういうの。これはですね、話せば長い、はい、もう22年ぐらい前なんですけども、はい、その前20代の時勤めていたその会社が、まあちょっと会社もいろいろあって会社が倒産しまして、あ、全く別の仕事で、そうです、そうです、はい、でその先、まあ、何をしようかなっていう時に、はい、まあ、その携帯のデコの前身であるその携帯をラッピングするというお仕事、昔すごいいましたよね、はい、今でこそちょっと減ってしまったのか、そうなんです、あのガラケーみたいなものを両方でね、そうです、あの真っ白い携帯を、はいはい、まあ、ヒョウ柄にしたりとか、まあ、当時アユが、はい、あ、ね、そうですよね、いたんでアユの携帯にしてくださいって言ってお店をオープンするともう若い女性がすぐ来て注文を受けるようないい時代でしたね。そうですよね、はい、今でもまあもちろん携帯ね、あのスマホの裏にされてたりとか、そうですね、今こんな感じでちょうど持ってました、はい、僕も。いやすごい、僕もね、はい、先ほどあのちょっといただいたんですけど、僕あのカズヤの K をこちらねシールにこちらいただいて、はい、ちょっと見えづらいかな、ありがとうございます。ちょうどここにキラキラが、いや本当ですね、これちょうど、どう、あ、もうキラキラすぎて分かんない、いやもう前もキラキラなので、はい、はい、いやありがとうございます、改めまして、いやいや、まあそちらもね、いろいろちょっと作品もいろいろありながら画像でもいただいてるんですけど、うんうんうんね、こちら靴にも、こちら前にもあるんですけれども、そうですね、靴にもされる、今日ね、あの宮沢さんがちょっと後ろ狭いので、ちょっと、はい、はい、すいません、すごい、あ、もう分かりますねこれ、いやすごい、ありがとうございます、正解するもらったんで、いや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 、こちらあのベストにも、ね、あ、そうですね、これ取れないですか、あの服の方のが取れにくいですね、これクリーニング出しても、あ、はい、そうなんだ、逆に取れやすいイメージがなんか勝手に僕あるんですけど、そうなんです、あの携帯とかはやっぱりこう落とすと取れたりしますけど、うん、服はもう違うやり方で、あのちょっとアイロンで熱でひっつけてるので、よく T シャツとかでもね、ありますね、あの売ってると思うんですけど、そかそか、取れないですもんね、取れにくいですね、本当こっちの方が断然取れにくいです、うん、だから今の時期とか、はい、これ着て歩くとすれ違う人がね、僕のおっぱいばっかり見るんですよ左おっぱいばっかり、そうそう、どこ見てんのよみたいな、ね、まあ、愛知県出身の某タレントさんがいますけどはいはいはい、そうなんですね、いやもうそのね、もう写真でも一枚一枚でもキリがないぐらいいろんなねものが、あ、これね最近のオーダーなんですけど、はい、あ、これもこちらも、はい、こちら前にもね、はい、置いていただいてる、これあの学校の方で体験レッスンで、はい、あの来た方がその自分の手首のサイズを測って、はい、土台を作って好きな色でこの一つ一つデコるっていう体験レッスンで、いやそんななかなかでもね、きめ細かい中で、いやこれさっきの子供がやってたやつですよ、これ本当ですか、はい、お子様でも作れる、そうそうです、意外とこれ簡単なのは一つのサイズで、はい、ちょっと取ってもらっていいですか、はい、ないか、すいません、ありがとうございます、はい、まあ、これこっちに行きます、はい、すいません、ありがとうございます、これ一つのサイズでやってるの分かります、はいはいはい、分かります、だからそんな難しくないんですよ、これ入門編なんで、いやでもそれでもやっぱり一つずつこう手作業でってなると、うん、はい、いやでもこれはね本当簡単、本当ですか、皆さん作り始めたら30分から1時間以内で作り上げるんで、なんかそのピンセットでやるっていう形、そうなんです、ピンセットのイメージあるんですけど実は違う道具を使ってて、あ、はい、なんかどういったものとかってお聞かせいただけます、はい、色鉛筆なんですけど、あ、一本で、そうです、あの挟むと、はい、あ、これペン持ってるの分かります、分かる、お子様が、はいはい、はい、あ、ほんまや、あのピンセットだと挟まなきゃいけないんですよ、はい、ある程度の大きいね、ストーン、ラインストーンだといいんですけど、はい、一番小さいので1ミリぐらいしかないので、はい、掴みにくいんですよね、そうですよね、でこれのいいところはもうペン先を名古屋弁でいう突起に突起にしとくと、突起突起に、もうこうやってひっつけてそのボンドの塗ってあるところに置くだけなので、じゃあそんなこう握力とかじゃない、いらないですね、こうつけて、そうです、置く、つけておくっていう、あ、握力だとこれでも1200粒ぐらい使ってるんですよ、手がね、そうです、多分大変だと思います、あ、そうです、あ、そういう面でもお子様でもできる、そうそうそう、ね、もう本当にただそのガラス面の上をペンで取って、いや、乗せればいいだけなので、でもその携帯にしてももちろんこの作品もちろんどれでもなんですけど、うんうん、色とかがあってちょっととずれでも結構な、うん、まあ、たまに間違えたりしますけどね、そうですよね、まあ、でもそれも味ですよ、味で、もしくはまあ取って、ね、違うストーンをつければいいので、正しいストーンをパッて取れるように、そう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 、固まるまでね、あ、あ、そっか、すぐに固まるわけじゃない、そうそうそう、瞬間接着剤じゃないので5分ぐらいで、あ、じゃあそれもそれで、でもやっぱりね、そうなんです、今度会いに来てください、いやもうぜひぜひ、もうそのありがとうございます、あれですよね、あの、うん、売られてるその名古屋サンシャイン栄のデコショップ下でも、はい、多分皆さん名古屋の方で、僕もね知らずにお伺いさせていただいたことがあるぐらい、うんうんうん、あのもうすぐあのね
観覧車の下のところ、観覧車じゃん。そうですね。あの観覧車のビルの1階で、マクドナルドが2階に入ってるところですね。そうです。はいはい。の下に、もうあの、むき出しの感じで。むき出しの。はい。もうあそこももう15年やってるので、あ、そんなに、そう。知る人ぞ知る。知らない人は全く知らない。知る人ぞ知る。もう皆さん知ってますよ。いやいや、そんなことないですよ。もうだってもうあのケースに入って、ギラギラで、はいはい、夜なんか行くともう、あそこだけサンシャインより光ってましたもん。いえいえいえ、すごい、さすが大阪人。いや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 、そんな遅くまでやってないですよ。言っときますけど、日が暗くなるとでもね、はいはいはい、冬とかだったらやってるの、ね、夏だとね、本当に西日が今強いんで、はい、すごい反射するんですよ。そう、これこれここです、はい、はい、だから皆さんね、冷たい人はもう2秒ぐらいでこう取り過ぎちゃいますけど。いや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 、本当、まあ、帽子とかそんなものもいろいろあるんですね。もうキャップ、まあ、男性の方は結構キャップとかスニーカーとか、はいはい、あとバッグとか、バッグ、こちらバッグ、そうですね、はい、で置物、はい、シャワーサンダルとか、うわすごい、まあ、スニーカー多いですね、男性の方は。そうですよね、スニーカー、そうですよね、なんかこう自分だけのオリジナル的な感じでね、はい、色とかも、色も選べます。色も45色ぐらいあって、これも実はちょっと分かんないかもしれないですけど、これだんだんとこう緑が濃くなって、ああ本当で分かります、はい、そうですよね、すごい、あ、すごい、そうなんですね。で、はい、ありがとうございます。一番何にするのが難しい、先ほどのね富士山の壁もありましたけど、素材的に一番何が難しいとか時間かかるとかありますか？そうですね、素材的にはできないものは、はい、ゴム、ゴム製にはつけれない、ゴムはこう伸ばすじゃないですか、でつけたボンドがだんだんこう引っ張られて取れちゃうんですよ。あと毛皮系の毛の長いやつ、はいはいはい、貼っても隠れちゃうんで。そうですよね。あ、じゃあゴムと毛皮以外は、それ以外だったらほとんど何でも。だから一番ね、あのこのラジオを借りて言わせてもらうと、はい、あのスーパーカーに乗ってらっしゃる方が、はい、車をねキラキラにしたいとオーダーを待ちしております。いやーすごい。あれも雨とかでも全然大丈夫。そうですね、あの取れない用のやつでボンドでありますので、もしくはもうあらかじめラッピングしていただいて、最近車ありますよね、いっぱいあるやつ、はい、ありますね、あれをしといていただいてやった方がいいかなっていう。まあ、もし何かで取らないといけない時とかでも、それがあれば、そうですね、販売、ね、あの売る時とかだから2000万円ぐらいの車買われる方ですからね、はい、あのラッピング代も100万200万できるらしいんで、消費税ですからね実際、まあ、家は、まあ、いわばそうですよね、はい、まあ、うちのデコは高いですけどね。そうだ、でも物によってやっぱりいろいろ変わる、ね、そうですね、やっぱつけた粒数で値段を計算しているので、その素材とかじゃなくて粒数なんですか？粒数です。あ、じゃあ大きさなんですね、全て。だから面積が多いほどやっぱり使用するスワロスキーの粒も変わりますし、す、ね、当然作業時間も長くなる、ね、材料もね長くなる、高くなるので、そうですよね、うんうん、そのちなみにこの色とかって、その先ほど緑もいろいろあるっていうね、はい、濃くなっていってるってお靴で紹介していただきましたけど、うんうん、何種類ぐらいあるんですか色？いや、そのメーカーは多分150色200色ぐらいあるのかな、はい、まあ、うちは50色弱はあると思うんですけど、これもいろんな色で。いや、それすごい、はい、もうこう持たれた瞬間こう光がいろんな角度で変わってギラギラですもんね、はい、これはあのあれですね、北海道の民芸品である、あ、はいはい、木彫りの熊、すごい、ね、木、あ、わかります、裏はすごい木で、足の裏だけ唯一木が見える。でそこをしてしまうとバランスが悪くなってしまうので、はい、で、まあ、傷ついちゃうからね、こうテーブルとか、でこのこういうもう全て裏側も、この奥のとことかってすごく時間やっぱりすごくですね、絵も描くのも塗るのも貼るのも大変でした、これ。すごい、はい、これあの何色にするとかっていうのも宮沢さん自体が、そうですね、スタッフのみんなと決めましたね、決めて、はい、まあ、ここに後ろ星があったりとか、はい、ここ丸ね点があったりとかっていうデザインでも結構な、そうですね、あとメーテレさんだったんで 6の数字がすごい、はい、入れてます、何気にこれ6の、あ、そうそうそう、それ、あ、そうなんですね、はい、いやすごい、あのそれもそうなんですけど、こちらのね、うんうん、あのちょっといいですか、あ、どうぞ持ってください、ていただいて、はい、こちらもうすごい嬉しいんじゃないですか、記念とかね、それこそ夜のお仕事、ね、こちらでもあのいろいろアズーリ番組持っていただいてるんですけど、誕生日であるとか記念であるとか、うん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 、ね、なんかこういった文字ですごい細かく、はい、2014年6月12日ってこれもね書
されているような。これはあの実はうちのスクールの6周年の時に作ったもので、日付とか見てください。6月12日、はい、DAA ということで、デコレーションアートアカデミー、こちらね、前にもあるように、はい、そちらの学校の方もちょっとお聞きさせていただきたいんです。そうですね。こちらって何歳から入れるんですか？いや、もう別に学校って言っても、あのあれ寺子屋みたいなもんなので、い、はい、塾みたいな形ですね。そうですね、はい、うん、なんで、別に月から金曜日まで通うとかじゃなくて、お好きな時にお好きな時間に予約をしていただいて、うん、で、まあ、この好きなキラキラを学びに来るという形でさせていただいてます、はい、今実際通われてる方の中では一番最年少の方でどれぐらいですか？今までの最年少で高校生ですかね。それ以下はやっぱりその金額も安いものではないので、はい、高校生の方が受けて親の手伝い、親がネイルサロンをやってらっしゃったとか、そこで一緒に、そうそうです、そうです、オーダー入った時に娘さんに任すとか。女性が多いですか？比率はやっぱり95対5ぐらいな。男性が 5% ぐらい。そうです、そうです。あ、まあ、そうですよね。たまにね、お姉みたいな人は来ませんけどね。あ、来ないですか？あ、そうなんですね、うん、いや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 、もうすごいいろいろあって、ちょっとどうもうね、ちょっとそうですね、どれから行こうか、どれから行こうか、ね、お写真もまだまだあるので、もういろんなことを紹介したいですけど、はい、じゃあ写真行きましょう。写真、写真、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお写真出ますかね。ありがとうございます。いや、でもすごいいろいろデコレーションされて、あ、これ本、あ、これですね、はい、これは今年の WBC のね、ワールドベースボールクラシックの流行った時のヌートバー選手のペッパーミルパフォーマンスで、はい、ね、すぐ作られた。そうです、もうすぐ買いに行きました。いや、すごい。これ実際じゃあ使えるってことですよね？使えます。入れてこうやればちゃんと胡椒、はいはい、胡椒、ペッパーか、ペッパー、はい、が出てくる、ね、はい、ブラックペッパーとかが。そうです。これでも店の前に置いてあったんですけど、皆さんちょっと形が不気味があって、はい、なかなか皆さん触られなくて、あの男性の夜のね、ちょっとあれみたいなはい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 、手がつくやつ、ね、はい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 、みたいな感じだったので、あ、まあ見ようによっちゃ、そうですね、横のラインも、まあ、確かによくそういうデザインでねありますから、はいはいはい、あ、そういうことですね。あ、それもこれもでも今日丸いところってやっぱ一番大変、ね、そうですね、結構これもなんやかんや1500粒ぐらい。これで何分ぐらいになるんですか？かかるんですか？これは空いてる時間にやったので、お店の暇な、そんなんでできる。あ、そうです、空いてる時間で、いや、何回か分けて、一回集中するとこう何時間ぐらい連続で休憩入れずできます？いや、もうお客さんの無茶ぶりで、今日大阪から来てんねん、今日何時に帰るからこの時間までにやってやーって言われてですねはい、はい、もうおしっこも我慢してやりました。それでまあ6時間切るぐらい、6時間弱ですかね。大阪市ならではの発注の仕方があったり、そうなんです。そのくせ負けてやって、あ、いや、そんなことないですけどね、はい、大阪人、大阪人、大阪人ね、困るでいや、大阪人皆さんがそうじゃないですよ、はい、もちろん。確かに、確かに、いやいや、そうなんですね、うん、いや、すごい。じゃあ次の写真お願いします。はい、これね、これね、バッグですね。こちらにもあるように、はい、こちら革の方で、こちらは布になる。こちらも革か、こちらも革ですね。革ですね、はい、これローマ数字で7番。これなんかあれですね、やっぱり自分のオリジナルのものとかって、その発注もできるんですよ。こういったイメージしてほしいっていうのも、お客さんとオーダーの打ち合わせをしてデザインを決めるので、でもうほとんどこれ手書きとかじゃないんですよ、はい、もう パソコンを使ってまあ、言えばイラストをつけてシールにするんですよ、はい、それを。でここにシールを貼って、その上に貼るので、だから私絵心ないんですって、まあ僕みたいな本当不器用に、あとで絵とか字書けどめちゃくちゃ下手なの で、 いや、本当です。そんな不器用な人間でもできます。もしやりたいと思われてる、はい、このラジオの向こうの皆さん、皆さん、デコレーションアートアカデミー名古屋本校に体験レッスンにぜひお越しください。もう不器用で自分はこんな道遠いと思ってても大丈夫ですよね。そうです、まずは体験レッスン来てね、やってみて、あ、楽しいなと思ったら、はい、新しい学びのチャンスだと思いますので、うん、本当に、なかなか今ものづくりっていうことをする方減ってると思います。思います、そうですね、うん、まあ、この体験レッスン一つでも、はい、多分ね、中地が来られた時に作ってやったら、はいはい、めちゃめちゃうまいですやん僕、はあ、もうすぐつけますよ。いや、でもあれですよね、やっぱりこう作るっていう楽しさももちろんですけど、うんうん、それでやっぱ自分で思い入れあると余計にね、そうなんです、大切にするというか、そうなんです、ね、そういうのもあるし、だから体験レッスンもそうですし、で、まあ、カリキュラムは自分で
なんていうのかな、はい、もともと独学である程度できる方とか、はい、通信教育を受けた方とか、全くゼロからの未体験の方、はい、まあそんな方まで習える楽しいスクールになっております。すごい。そう、何よりもこうやって作ったものを持って帰れるっていうね。そうですね、それが一番、うん、そうですよね。まあ、女性にだけに関わらずね、もう男性もチャレンジ、はい、今ね、まあ、男性でも結構器用なことされる方も、そうですね、いらっしゃったり、うんうん、意外と男性の方がね、プラモデルとかそういう、あ、そうそうですよね、作ってるから器用な方は多いです、うん、確かにそうですよね。で、女性の方でよく、まあ、主婦の方は結構多く体験レッスンに来るんですが、はい、やっぱりお子さんがいるとね、結構やっぱり自分の時間がないと。そうですね、で子供さんが寝静ま、ね、寝られた後に自分の時間でちょっとこう他の嫌なことをざっと 雑音を忘れてデコに集中するとですね、はいはいはい、でまたできたらそれもそれですごいね。で気づくと朝になってたとあとできた時のそのまあ無我夢中になってものづくりをしてストレスを発散するという方も多いみたいなので、もう携帯とか触ってるよりもね、そんな、そうですね、ピコピコするよりも ね、なんか本当に自分で趣味を持った方がいいんじゃないかなと思います。健康的ですしね、うんうんうん、そっちの方が。いやいや、すごい。ちょっともう一個、一番僕今日ご紹介させていただきたいのが、はい、後ろのこの絵ご紹介いただいていいですか。はい、はい、ありがとうございます。こちらまたすごい。これね、映像で皆さん見ていただいてもすごいキラキラだと思うんですけど、目の前で見るとより倍増以上なんですよ。顔が、はい、顔でやると僕の顔がキラキラじゃないのでより分かっていただけるんですかね。ほぼ実物大、はい、ちょっと大きいかな。オードリー・ヘプバーンもっと顔小さな、はい、僕の顔と比べて言わないでください。そうそう、顔がでかいから。いや、言わんといてください。そんな、すごいなこの部屋。いやいや、僕の顔でかいからです、やめてください。筋もみたいな、ね、いややめてください、はい、そんなピンポン連続のやめてください。そうそうそう、ありがとうございます。これで1万5000粒ぐらい。これ耳のピアスのところがまたパールで、パールで、はい、で特にやっぱこの目の周りがめちゃくちゃ細かく、でこれあれですね、白と黒でなってるだけじゃなくてちょっとこう薄い灰色とかも入ったり、実はこれ白と黒系の色だけ6色で作ってるんですよ。だから微妙にちょっと色が輪郭があったりとかってことですよね、陰影を出すために、はい。すごい、これです。こんなんやお家に飾ってたらね、それだけでも運気がね、そうですね、やっぱり僕は常日頃言うんですけど、はい、まあ、デコで日本を明るくしたいと、はい、やっぱこういう今暗いニュース、コロナ禍があって、うん、でやっぱり今物価が上がりながら賃金がなかなか高くならないというような、うん、まあ時代 で、 そうです、ね、暗いことを考えずにこういう明るいものを身につけて、そして自分の気分を上げてね、はい、毎日楽しい気分でね生きていきたいなと思っております。すごい、なんかちょっともうなんか、ま、締めみたいな感じになっちゃいましたけどね。まだ10分あるって言ってますから、はい、でもやっぱり暗い顔でね、これ見るってなかなかできないと思うんですよ、逆に、うんうん、やっぱり見てるだけで明るくなるし、絵っていうだけでももちろんですけど、こういったね置物とかって朝起きてやっぱり玄関とか机に飾ってるだけでやっぱり一日頑張ろうって思えたり、ね、絶対するものだと思うので、いいこと言う、ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、もうそんな、ありがとうございます。いやいや、もうすごいそれ思います。あ、今ね、こうやって画像でもうさぎちゃん出てるように。これは毎年えとで、はい、犬年から始めたのかな。はい。毎年新しいものを作って。あ、じゃあもう全種類はもう作られて。いや、まだ一周してないんですよ。あ、してない。気づいたのが遅かったんで。あ、途中から。そうそう、もう15周年なのに、はい、なぜかまだ7個ぐらいしかない。うん、まあでももう言ってる間にあと何作品でね、もう。そうですね。だから犬年からなんで、まだでもあと5、6個あるんだろうな。まあ半分超えたかなぐらいですよね。うん、いや、すごい。そうそう、なんかこれに次しようとかって思うきっかけとかってなんかあるんですか、爬虫以外に。いや、まあ特にまあ流行りもんをデコりたいですね。毎年なんかこう流行りもんって出てくるじゃないですか。はい、まあ去年、一昨年だと夏だとこの小型携帯用の扇風機、はいはい、そうそう、あそこの真ん中のとこ何もないとこあるじゃないですか、はいはいはい、あそこ、ね、で下だけで、そうそう、結構若いお姉ちゃん持ってるんで1000円ぐらいでどうっていう風に、そうですよね、はい、うんうん、いやすごい、もう例えばなんですけどこのマイクとかでもね、うん、ちょっと下だけでもまた変わるでしょうし、あ、そうですね、結構歌い手さんシンガーの方とか、あ、いやね、それこそ、はい、あゆね、そうそうそう、山崎あゆみさんももちろん言われてた通りに倖田來未さんとかも結構してたりとか、あとは一番そのマイ何シンガー系で一番でかかったのはマイクスタンド、あの矢沢永吉さんみたいな、そうそう、もう全部キラキラに、はいはい、結構高いんですよね、こう、そうですよね、こう立って歌う、そうそうそう、だから結構ね
あ、ちょっといやいや見えてます見えてます。そうだよ。ちなみにちょっとぶっちゃけ聞かせていただきたいんですけど、はいはいはい、どれぐらいですか値段って、その個数にって言われても、じゃあ例えば靴、はい、じゃあこれぐらいしてほしいんですってなると聞いていいですか。ニューじゃないわ、ナイキの、はい、なんかなんとかマークあるじゃないですか。はい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 、これなんて言うんでしたっけ、はいはい、スウォッシュマーク、ウォッシュマークかスッシュマークかなんか言い方がちょっと分かんないですけど、ね、はい、あのこのナイキのナイキのこのマーク、はい、あれで、でもねやっぱり持ってくる靴によって大きさが違うんですよ。まあ28センチ24センチ、そうそう、あの女性用と男性用じゃ大きさ違うし、はい、あとデザイン、まあ、その靴のね種類によってそのちっちゃいこのマークとか若干、そうですね、まあエアフォースワンのはいスッシュマークかな、これで1個で、はい、8000円でさせていただいてます。それって1個って両腕についてるじゃないですか。いや、だから4個でかける4なんですよ。8000かける4。さ、そうそう。おー、はいはい、はい。で、一応やってくれる方にはもう3万円でいいよっていうふうに、はい、ちょっとサービスさせてもらってます。でもまあ、靴に結構お金かけられる人であれば、全然出せる、うんうん。そうそう、よくドルガバの靴とか、はい、ああいうので、もうキラキラの、全部靴、はいはい、キラキラのやつあるじゃないですか。はい、あんな20万、30万取られますか、取られてないね。ね、まあ、それぐらい価値あるもの。そうそう、だから、それしたらうち安いんじゃないかなっていう。いやいや、おっしゃる通りで思うんですけど。ね、うん、いや今もそのナイキももちろんですけど、はい、それこそドルガバとかいろんなね、うん、もうルブタンとかいうすごいじゃないですか。そうそう、ルブタンは高かった、高島屋に行った時に。そうですよね、もうそう10万も20万もするので、しますします、そう思うと、そう思うとおね、うち価格で僕は思いますよね、はい、ご注文お待ちしておりますよ。いやそういうやつじゃなくて、はい、まあ僕もちろんですけど皆さんもね、うんうんうん、そうかそうか。であれですよね、なんか取れたりとかするとあ無料修理させてもらってます。それが僕すごいと思います、はい。だってルブタンとかって取れるとやっぱりその修理代かかったりとか、まず買ったとこでは直してくれないんですよ。そうですよね。で結局そっから発送して時間もかかるし、で値段聞いたらめちゃくちゃ高いっすねって、でそういうお客さんがドルガマの靴を持ってきて、うちがめちゃめちゃ安いからしょっちゅう直しに、あ最初めちゃめちゃ100通ぐらい取れてたんですよ。別にドルチェ&ガッパーナでする意味はない、あこの人はダメなんですかね、うん、ドルチェ&ガッパーナで捨てる、いいんじゃないですか、だってあれあれなしでしょ、忖度忖度なし、忖度なし、 OK ですかね、やばいですね、あと3分ですよ、ちょっと、まあ、大丈夫ですか。はい、いやいや大丈夫です、ありがとうございます。ちょっと宣伝させてもらわないと、はい、お願いします、はい。こちらデコレーションアートアカデミー、あちょうどこれと一緒なんですけども、はい、資料請求いただいた方に送る、はい、はい、冊子なんですけどね、まあ、いろんなもの作れますよって、ちなみに僕の顔もデコっております、はい、こちらですね、はい、そう、ちょっとね目を大きくしてありますけども、はい、でまあいろいろコースの紹介とか、はい、はい、資料請求するのはネットカラーで、はい、そうですね、はい、デコレーションアートアカデミーで調べてもらうとホームページありますし、今出していただいて、はい、まあデコおじさんスクールとか出てくるので、はい、はい、あそちらで、そうですそうです、長くて覚えれんではって言ったらデコおじさんでなんか検索してくれたら出てきますので、はい、そこのスクールの方も募集してますし、またまたサンシャインの下の境のところで、はい、またねお店に来ていただいて、ね、ご購入とか注文とかもしていただいて、はい、もう行っていただいたらすぐ分かる場所に、分かります、8番出口のエスカレーターを上がって左手に京楽さんのパチンコさんの入り口があって、はいはい、道錦通り沿いの道に出ようとするとこれが見えてきますんで、お一人でされてる、あこパートさんもいますんで、はい、僕がいる日いない日あるので、あそうですよね、はい、お忙しい、まあ、そのスクールの方もあったりあると思うので、はい、早い安いうまいお、ね、どっかで聞いたやつですけども、はい、確かにそう、なんか飲食店でありそう、ね、そうですね、はい、牛丼のしば牛しばくような感じありがとうございます。今後の宮沢さんの展望とかもっとこうしていきたい、もちろんねもう今すごいご活躍だと思うんですけど、いえ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 、もっと何かありますか。そうですね、やっぱりまあデコは楽しいものだと、まあ、見てるだけでキラキラしてね気持ちまで明るくなると、そういったものをもっと普及してね皆さんに楽しんでいただければいいかなと思ってま す、ね、先ほど言われた世の中をね、はい、コロナとか何で暗くするんじゃなくて、うんうんうん、僕も先ほど言わせていただいた通りにやっぱりお家に1つ2点3点あるだけで心がちょっと ね、 そうですね、明るくなったりとか絶対していただけるものですし、うん、他にもね自分だけのオリジナルもの、はい、のものとかも思い入れがね強くしていただけたりとかもしますので、うん、その商品だけじゃなくて自分ご自身で作っていただけるスクールの方も、はい、ぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思いますので、はい、
改めてありがとうございました。ありがとうございます。うまいことまとまりましたね。あと何分ですか？あともう20、30秒ぐらいですかね、はい。ありがとうございます。はい、キニさんいらっしゃい。あのゲスト様まだまだ募集させていただいておりまして、あの SNS などであの問い合わせしていただけましたら、ご出演していただけますので、ぜひぜひお待ちしておりますので引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日は改めましてデコ電屋さんよりデコおじさんこと宮沢さんにお越しいただきました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。